ガーシー容疑者の機内での様子ですが、同乗していた人によりますと、ガーシー容疑者は一番後ろの席に座り、スマートフォンを操作するなどし、落ち着いた様子で物思いにふけっている感じも見られたということです。これから警視庁の本格的な取り調べが始まります。